元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて。早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。はい。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって。ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか。どうやって、何があった。詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに。ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたい。ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、イーサン。大丈夫か。どうしてここにいるの。どういうことだ。君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が。誰にも見られてない、あいつには。あいつ、他に誰かいるのか。一体何があった。あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ。安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も。もうそんなに経ってしまったの。どうした？なんだこの場所は。何をされた。後にして、まずはここから出ないと。あ、確かこっちのはずよ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろう。呼んでないわ。それじゃあ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。ここにドアがあったの、信じて。ミア、早く逃げないと。ここにいてくれ。いいな。出口を探してくる。ミア、待て。よし。
声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。やめて出てって。私を一人にして。私が悪いの、当然の罰よ。ミア、なんでこんな。私にかかるな。くたばれ。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾエ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って、早く。兄さん、安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。今どんな気分か教えてよ。家族だ。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、おいしいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。おい、どげ回ると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら食うんだよ。なんだい、このクソ野郎が。吐きやがったよ、ジャック。こいつ吐きやがった。うるせえぞ、バレット。せっかく作ってやったってのに。ああ、なんだい、ふざけやがって。あ
のクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐き上がって。こいつは我々にはとっておきのごちそうでな。わかるか？さあ行くぞ。クソ邪魔しやがって、またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。